実はもう何年もさ畑やってきて、かぼちゃは毎年やってきたんだけども、上手にできたことがなくてさ、その悔しくてさ、みんな上手にできるのに俺だけうまくできなくてってさ、で全国各地を回って見てきて、一番よくできたかぼちゃの作り方っていうか、でき方を見て、それを参考にして改めてやってみたら、今年すごくよくできたので、まず見てもらいたいのがこれなの。これ直巻きしたんだけどもね、直巻きだから苗で育苗したんじゃなくて、直にここに種をまいてやって、こんだけ大きくできました。俺の手もでかいんだけどもね、こっちもっと大きくて、ほら俺の手1、2、3個分ぐらいかなね、開いてね、開かなければもっといっぱい手必要になってくるけども、これで大きくてね、もう根気伸びてて、まあ、直巻きだからね、育苗ものよりはやはり花が咲くのが遅いとか、成長後だからね、スタートが遅いから小さいんだけども、まだね、だけどもこの段階でこんなでかいっていうのもすごいよね。葉っぱ本葉何枚目だ、1、2、3、4、5、6、7、8、うん、で9枚目が入ってって感じで、まあ9個10 9枚目10枚目で今回の大きさになりました。これがこので一番でかいのが本葉5枚目ぐらいか。でけえな、直巻きいいね。で軸もしっかりとしてて固めでね、俺の人差し指ぐらいの太さあるかな。うん、立派、本当に立派で、ほらずっといっぱいあるのね。まあまず先に失敗の話しようか。失敗、ここ失敗しましたね、1、2、3、4、5、6、7、まあ、20個ぐらいポコポコと抜けてるの。まあ抜けてたらそこはつる伸ばす場所ってことで、まあ置いとくんだけども、この失敗の原因をまず先に言うと、おそらく風、まあ、あと獣もあるんだけども、カモシカとかクマとかもいて荒らされてたりね、ここさ、ほら、何回破ってるんだよ。で、足跡もカモシカとかクマとか、ほら、こういう風にね、やってて、まあ、その影響もあるんだろうなって。あと、無農薬だから、根切りでやられたりとかさ、あ、そうそうそう、さっき見つけたんだけども、根切り虫かなっていう感じで、こんだけ大きくなってたんだけどもね、やられてさ、ほら、根っこのとこ、ちょっと、髪切られたのかなってさ感じだったら、抜いてみたらね、もうしおれてもうダメだなと思って、どうしてだろうって見たらやられてた。まあ無農薬だから仕方ねえんだけども、まあこういう場所はね、抜けた場所はホコリのつるを伸ばしてやろうかなって。でいっぱい生えてるところは一球入根って、子づる全部落として親づるだけで1個だけつけてやろうかと思って、こういう風にスペースがいっぱい空いてるところは、ここは摘心して子づる伸ばして普通の栽培っていう感じにしようかなってね、思ってます。その辺とかもね、うん、まあそういう風に臨機応変に変えていけばいいんじゃないかなって思ってやってます。で今回こんだけみんなが気になるのは、なんでこう大きくできたのと。肥料も使わず、農薬も使わず、自然農法で、なぜこういう風にできたのか。ね、それすごく気になると思うの。ね、本当に。全国回ってて、かぼちゃが一番よくできてるのは、堆肥置き場に投げたっていうのは津軽弁で捨てたって言うんだけど、堆肥置き場に捨てた腐ったかぼちゃなのさ。あのデカさって言ったらすげえんだって、本当に。びっくりするけれどもさ、ここで再現できてないから、ここに堆肥置き場っぽいものはないからなんだけど、その堆肥置き場でどんどん刈った草を置きます。腐った野菜を入れます。その草を入れて野菜を、例えばこの収穫し終わった後、このつるとかもいらなくなるじゃん、それも集めて入れますとかさ、そういうことを続けてさ、やってって堆肥ができてくるわけで、腐ったかぼちゃもそこに置いとくと、その種が残って、それから発芽してできるんだけども、そのつるが10メーター20メーターとかになって、葉っぱもね、どでかくて、もう本当にこのクラスでさね、バーッとさ、すごく広がるの。それを思い出してさ、ああやっぱり堆肥だな、かぼちゃはって、かぼちゃは堆肥だ、いや堆肥を入れてみようってことで、この1、2、3、4、5列のところで、草の堆肥、喪失堆肥、地主さんにもらって800キロ入れました。まあ、160株あるんだけど、800キロ全面に散布して耕しておきました。そして、この山の中に、スコップ一すくい、剣先スコップだったな、あの時はな。剣先スコップいっぱい入れて、まあ、置いてね、置いて歩いて、その上に周りから土を乗せて、で、マルチをかけて種を直に撒いた。っていうこと。
まあ、直巻きのタイミングなんだけれども、平均気温が20度になったら早めに巻きましょうっていうことで、育苗ものだったらもっと早くね、保温したりしてやってるんで、成長早いけども、やっぱスタートが遅いからまだこういう感じで、地主さんのカボチャ上の方でも結構ね、観光の方でやってて、すごく生育良くて、今大きくなってきて、何キロぐらいかな。カボチャの大きさあれに 1. 何キロぐらいはあるかなっていうぐらい大きくなってきてます。うちはまだまだこれから、ね、時間差で、やりたいと思う。できれば観光の方を越えてみたいなって思うけれども、今の状態だったらいけるかもしれないなっていう感じ。で、なんだっけ、堆肥や。堆肥を置いてその上に土を置いたってことなんだけども、まず自然の方にね、畝の下に、まあ、動画にもしてるんだけども、落ち葉を、生の落ち葉を入れたり、堆肥を入れたりして、床を作るっていう、そういう技術があるのね。落ち葉床とか。で、それを参考にして堆肥床を作ったの、下に。全面散布するのが普通のやり方だけども、この植える畝、ね、この蔵付き畝って言うんだけど、こういうね山にするところ、その蔵付き畝の底の方に堆肥の床を作って、その上にカボチャを植えて直巻きして、その堆肥の影響を、良い影響を受けながら、栄養とかいろいろそういうものをもらいながら、育てましたと。その床を作ることのメリットっていうのは、やはり暖かくなると、地温が暖かくなるっていうことを狙ってるんでね。ここどうしてもちょっと標高高いところ、200メーターぐらいあるのかな、もう少し高いかなっていうところなんで、ちょっと夜間寒いかなっていう感じなんだけれども、この床を作ったおかげでやっぱあったかいのと思う。地温が上がるのよ、やっぱり。そう、微生物が多くなるっていうかね。落ち葉をまあ集めてくる、いや林あるんだけどもね、あるんだけども、ちょっとまあ難しいかな、っていう感じで堆肥を置いておいてやりましたっていうことで、こういう感じだね。そういうやり方があるのさ。だからもう一個一個がね、堆肥置き場みたいな、ちっちゃい堆肥置き場っていう状況、環境を作って、堆肥置き場のでっかい、でっかいじゃない、でっかいさ、なんだ、かぼちゃの再現を、環境を再現しようって。ね。なお別に掘っておいて投げておいたかぼちゃがすごくできてるんだから、じゃあその環境を作ってやろうと。そういう発想でやったのさ。いろんなところ、畑の中だけを見て回ってできたものじゃなくて、そういう、ね、なんとなくやって、なんとなくできてたものを見て学んで、それから発想を得てやりましたっていうのが、今回のかぼちゃ。本当にね、すごくよくできてるんで、本当楽しみ。ね、かぼちゃは本当にさ、うまくできた感じしないんだな。でっかくできるかぼちゃ、2キロぐらいになるような品種のかぼちゃでも、1キロでいかないかなっていうぐらいのちっちゃいかぼちゃだったから、本当にワクワクしてる、すごく。下手なのよ、かぼちゃ作るのは。だけども、今年はこういう風にね、大きくできてきたんで、本場10枚でこういう大きさだったんで、楽しみだなって思ってやってます。もし参考になれば、その堆肥がいっぱい手に入るんであれば、16の、800だから、まあ、ちょっと計算してもらえればいいんだけど、テロップ出しとくけども、800は16、160で、一株に堆肥をさらっと巻いて、で、スコップ一杯分、まあ、1キロとかそのくらいかな、で、床を作って、埋めて、山を作って、マルチをやって、中の水分は保持して、こう土乾きやすいんですよ、どうしても。だから、そういう風にやって、堆肥の、働きによって地温を高めて、で、大きくしたっていう。化学肥料とかは一切入っていませんっていう感じです。こういう感じでどこまでいいかぼちゃができるかなっていうふうに思います。で、最後はちょっと、さっき言い忘れた失敗のやつで、確かね、多分言い忘れたと思うんだ。言い忘れてなかったら、まあ繰り返しで思ってもらえればいいんだけど、ここ失敗したのは動物だけじゃなくて、風って確か言ったかなと思うんだけども、ここね、風強いの、山で、本当に。で、なんだけど、ここ林があるわけさ。で、林があるから、下の方は風の影響少ないわけ。だからほら、結構抜けが少ないわけ。ね。下で見ると、1、2、3だけなんだけど、こうやってくるっと回ると、1、2、3、4、5って、ほぼほぼ半分上の方、上半分がやられてるのは、風が強くここに当たって、向こうね、木の伐採してそこから抜けてきやすいんでしょ。で、ここに当たるんでしょ、多分ね。で、確かに当てだったの。で、折れたのがいっぱいあったの。だから風の影響かなって思います。今ぐらい大きくなってくればもう大丈夫だと思うんだけど、やはり発芽したての頃とか弱い時の風でやられたんだろうなって。あまりにも上と下と差がありすぎるんで、おそらくそういうことかなと。
まあ、なんとか風守れるような方法をちょっと考えてみて、まあ、来年につなげたいかなと。まあ、それでもダメだったら、さっき喋った通り、まあ、こいつを、ね、こっちにつる伸ばして、2、3本、こつる2本、3本とかをこっちに伸ばして、このスペースを埋めるようなやり方でやればいいかなって。で、抜けてないところは一球入魂で、っていう形で対応していければいいかなと思ってやってますんで、本当にいいカボチャが取れたらまたいい報告したいな、本当によくできました、無農薬でできましたっていうこと言えるような、そういう結果になればいいなと思ってやってるんで、まあ、報告待ってもらえれば、どうしてもまだ、まだ2ヶ月ぐらいかかるかな、カボチャできるまでったらね、うん、なんで、待ってもらえたらなと思いますんで、参考になれば幸いだなと思ってますんで、またよろしくお願いします。